11時20分に間もなくなります。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています。あっこのいい加減に1000回、今週もメールとファックスお待ちしています。最近の出来事や今こんなことしながら聞いています、気になる話題、さらにこの後今日はカンニング竹山さんスタジオ生登場、無事に U ターンせずに日本放送に入られました。竹山さんへの質問メッセージもお待ちしております。メールアドレスは AKKO 小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com です。ファックスの方は0570-021242 0570-021242 までお願いします。そして電話で参加していただくコーナークイズ和田おねや、クイズに正解すると1万円が当たります。12時50分頃に出題される問題をお聞きになれば絶対にわかるクイズです。問題をしっかりと聞いてください。そしてメールやファックスを送ってくださるときに電話番号を書いた方は全員、さらに番組の中で紹介された方も漏れなく出場の抽選の対象です。抽選の結果選ばれた方にはスタジオから電話をかけます。この時に5回コールの間に出てくださらないと失格となってしまって他の方に権利が移ります。メールやファックスをお送りくださるときはくれぐれも電話番号をお忘れなく、そして本当のお名前と住所もお願いいたします。またパソコンやスマートフォンなどラジコでお聞きの方の場合、お手数ですがメールやファックスに必ずラジコで聞いていますと書いておいてください。もしもラジコで聞いている方が選ばれた場合はクイズの問題を読み上げてある程度時間を空けてから電話をかけますので、たくさんのメールファックスお待ちしております。オープニングでもあこさんがブルーノートに向けて、はい、リハーサル準備しているということがありましたが、はい、ラジオネーム節眼マニア田中さんはですね、はい、あこさんこんにちは。こんにちは。ブルーノート、はい、いきますよ。ありがとうございます。僕は19日です。あ、そうですか。はい、はい、あと1ヶ月とちょっとなんですね。ね、どんな曲を歌われるのか楽しみです。そうでしょうね、皆さんそうおっしゃるからやっぱり期待裏切れないように楽しいもんにしたいと思ってます。とにかく、はい、まあ、本当にこれぞ和田アキ子っていう歌、うん、ね、うん、あの田中さんはですね、はい、まあ、ちょっとリッチな席、いい席申し込むことができました。ああ、よかったですね、ありがとうございます。お酒強い方ではないんですが、うん、その日だけはブルーノートですから、うん、お酒飲みながら、はい、アッコさんの歌を楽しみます。もうね、ちょっとなんていうか私の歌で酔いしれてください。酔わしてあげるから。いや、いいっすね、うん、ぜひぜひ。だってもう本当に全力投球ですもんね、今からね。します、はい、はい、本当にします、はい、その日だけじゃなくね、はい、今からやってますからね、はい。あとですね、サミサミさんは練馬区の方です。はい、平成も間もなく終わりですね。そうですね。ふとあこさんのそんな話を聞いていたら昭和最後の日って何をしていたんだろうと思い出しました。覚えてないわ私も、はい、あの頃高校生で吹奏楽部だった私は、市の消防のなんか出初め式の演奏のため朝から出かけていました。国旗が掲げられていたのを鮮明に覚えています。あこさんもぜひ思い出してみてくださいねっていうふうにいただきました。いや、そうやってね、もう平成の最後とか昭和の最後も覚えてないような世代も多々いらっしゃいますけど、はい、一緒に新しいものと古いものをこうなんていうのかな、迎合しながら明るく生きていきましょう。そうですね、ね、それが一番、はい、